MC の水野ゆかりことゆかりんごです。よろしくお願いします。そしてなんとですね、今日はメディアスクエスト特集、イエーイ。さあ、ほぼ毎月ですね、新作タイトルをリリースしているメディアスクエストから今月発売になるソフト2本を今日はご紹介してまいります。そしてまずは期待の1作目はこちらなんです。ドドドン。なんとですね、本日発売になったばかりの PC 用ソフトコールオブデューティーです。そしてご紹介していただくのはメディアテストの佐藤さんです。よろしくお願いします。どうも、加藤です。テンション低いですね。いや今ちょっと、いや、あの紹介でこうね、ハゲ坊主ですとか言おうと思ったんですけど、はい、ちょっとあれかななんて思って。いやいや、単にでもあれですよね、短くされてるだけですよね。そうですね、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ、早速なんですけれども、こちら、はい、タイトルがね、はい、日本語版っていうタイトルついてるんですよね、はい、Call of Duty 日本語版ということは、はい、外国語版もある。そうです、10月の29日ですね、うんうんうん、に発売されまして、うん、日本語版が今日ですね、もうあの店頭に並んでると思いますけれども、うん、発売と、はい、いうことで、いろいろとあのバタバタとして、うん、そうですよね、今日発売したばかりですもんね。今日はちょっとあの愚痴を交えつつ、はい、いろんな楽しみにしております。どんなことが大変だったとか、はい、楽しみにしております。でね、これパッケージを見る限りでは、はい、戦争もので FPS のものですかね、はい、そうなんですよ、これ、第二次世界大戦もので、はい、まあ、いろんなこう有名な、戦争の舞台というか、うん、あるんですけれども、そういうのをこう題材に置いたゲームで、はい、なんと今日ですね、はい、データが出たんですけれども、データが出た、アメリカで、いやそうなんです、あの本当にこうメールが届きまして、はい、アメリカで、過去の PC タイトルにおいて、はい、発売2週間で売り上げた本数、あの映画とかでよく出るじゃないですか、あの初回導入、はい、ああいうので、その初回のその2週間で売れた本数、うん、過去最高という、なんか素晴らしく、あのアメリカで、まあヨーロッパもですけども、うんうん、流行ってるんで、日本でもそのぐらいになるといいかななんて、うん、まあ、はい、思いつつ、ね、うんうんうん、そうなんですよ。日本でも最近ね、銃撃戦 FPS のものを流行ってきていますよね、はい、そうですね、アメリカの方がどっちかっていうとこう FPS 人気はあるんですけれども、うん、はい、もうまあ、今までは結構一部の、うんうん、まあすごいその、そうですね、銃が好きな方とかね、ピストルマニアの方とかね、で、まあまあピストル、うん、まあピストルマニアもそうですけど、うん、まあいろいろな、いろんなマニアの方がいらっしゃいますんで、いろんなマニアの方メダルオブオーナー、はい、このコールオブデューティーっていうそのソフト自体が、うん、そのメダルオブオーナーの一番最初の作品を作った連中らがいまして連中、はい、そいつらが、はい、まあいろんなこうね、大人の社会のこう、はい、嫌な部分を見てしまって、はい、俺らは俺らの作りたいものを作るんだっていうので、はいはい、まあちょっと会社をこう起こしまして、はい、でそこでこうインフィニティワードっていう会社を起こしたんですけれども、はい、で、この愛どこどこどこってなってる、これがインフィニティワードっていうのが、うん、あの例の向けた連中が連中で、これオープニングムービーですね。はい、要はあの世界を変えた戦争とか、まあこういうこうかっこいい、これいろいろ最初日本語にしようかなとか考えてたんですけど、はい、まあぶっちゃけ言うとオリジナルの連中がダメだって言って、あ何もできなかったんですけれどもまあこの辺ちょっと愚痴の一みたいな感じですね、はい、なんでみたいな、ちゃんとこうそれぞれ作ったんですけど、あの漢字はクールだけどひらがなはダメだみたいな、わけのわかんないと、じゃあ漢字だけで中国語でやるかみたいな話もしてて、それもまた違うゲームだろうね、そんな話です。日本人には分かりづらいみたいなね。でまあこれオープニングのムービーで、これ実際ゲームの画面を視点を違う場所から、はい、実際のプレイヤーの視点ではなくて、よそからこう、はい、見てるような、で、はい、そうですね。で、それをこう映して、ムービーにまとめ上げたものなんですけれども、まあ要はその戦争、うん、第二次世界大戦ですね。うん、これで、誰もこう第二次世界大戦の勝利は誰かがいたからではない。うん、名もなき、うん、それぞれそのいろんな国の人の名もなき戦士たちが共に
一致団結して戦って戦争を勝ち、うん、ね、勝ちに導いたと。なるほど。あのアメリカ万歳みたいな感じなんですよ。あ、まあ、連合軍、あの日本としてはちょっと苦しい立場なんですけども、そうですね、あのそういうゲームに仕上がってまして、はい、で、早速ですね、はい、ニューゲームと、ゲームを一番最初しますと、まあ、一番最初はこの新兵か正規兵か、はい、熟練兵か老練兵、はい、で、新兵はまあ初心者モード、今日はちょっと、はい、説明しながらゲームしますんで、新編にしますけれども、はい、初心者モードで、でこれ、こう結構今丸文字だどうなのかとか、ね、はい、ネットとかでもよく書かれてるんですけども、この背景、はい、これもですね、いろんなパターンを提示したんですね、海外にね。でそしたらこれが一番クールだなんて選べられちゃって、え、これがみたいな。これちなみにこの字僕ですから。あ、そうなんですか。たまたまこれはちょっといろんな人のこう、はい、字でね、はい、いろんなパターンをやった方がいいんじゃないかなっていう話で、はい、で、まあ、ちょっとこう日本人のその戦争観っていうのは硬いイメージがあるじゃないですか、はい、なんでもうちょっとカチッとした方がいいのかななんていう風な感じもあるんですけれども、これゲームの中でですね、はい、要はドイツ軍の守るその中をこう車でですね切り抜けて、はい、作戦本部まで行かなきゃいけないっていうミッションなんですけれども、車に乗りながらですか。そうですね。でこれ車にこう多分潜ったりして、はい、ああ大変だ大変だなんて、はい、一緒に喋りながら、うんうん、こうまあいろいろやるんですけれども、うん、思った以上にこう喋りながら説明しながらゲームするの難しいんで、そうなんですよね。いまいちこううまく途中でちょっと死んでしまったら申し訳ないんですけれども、はい。でこのビハインドエネミーラインっていうのはですね、連合軍が逃げると追い詰められてるという設定でですね、ドイツ軍にこういつも不利な状態にあるんですね。で、いろいろこう逃げれば、点数が入っていく。はい、で今いましたね、いましたね、ここにいたんですけど、何人か他にも人が入ってますか。2人入ってますね、はい、入ってますね。でこれでこう本来こうに逃げてこう、うん、やっつけるわけです、はい、でそこでいますね、ちょうどなんか、はい、見えてるんですか。あれ、あ、いたいた、あ、逃げてる、あ、怖い怖いああ動かない動かない、あ、それで、あ、大丈夫です。今ちょうどやられたんですね。で、はい、でこれ死ぬとですね、自分キルカメラって言って、はい、自分がどこで誰からやっつけられたかっていうのを7秒前に遡って見れるんですよ。で、このモードは連合軍倒されると、はい、次はですね、枢軸軍になるんですね。で、まあ、ドイツ軍になりまして、今度、はい、連合軍を追い詰めるというモードになるんですけれども、今ちょうど画面の左下にハテナマークが出てると思うんですけれども、はい、このハテナが、うんうん、連合軍になります。でこのハテナを追っかけてやっつけると、うんうん、なるほど。で追っかけられてる連合軍の方にはハテナとか出ないんで、はい、ただひたすら逃げてですね、見つからないように相手をやっつけたりとかですね、はい、これ多分リンゴちゃんだと思うんですけれども、いますね。あ、撃たれた、あ、撃たれた、あ、撃たれた。で、こう、あ、すごい。そうなんですよ。で、こう後ろからこう、あ、撃って撃ってみたいな。こう、あ、今やられましたね。で、こうこれまたやられちゃったんで、7秒前で。で、まあこれちょっとキャンセルしました。続きましては機体のもう2個目ですね。こちらの方をご紹介したいと思います。次は。じゃじゃじゃん、こちら、なんだかわかるかな、なんだかわかるかな。さあ、紹介してくれるのはメディアクエストの安田さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。今回は実はこれって2作目でして、はい、前回トロ、んどこでも一緒タイピング、ん？ん？あれ？安田さん？ごめんなさい、前の時は担当じゃなかったんですけど、なんだっけな、トロタイピングっていうのが1作目にあって、はい、でこれが2作目になってます。2作目、音声も一緒、はい、音声も一緒で、トロタイピングの時は、うん、トロとしか旅行みたいのに行くんですけども、トロと2人きりでの旅行、うん、ってことだったんですけど、うん、はい、今回は、はい、好きなポケピを選べるんですね。じゃあ今回温泉無償なんですけど、はい、お話モードとカラオケモードとミニゲームモードっていうゲームモードが3つありまして、はい、まあ一番の仕様になるのがお話モード、うん、なのでちょっとお話モードで、はい、え、
そしたらですね、はい、温泉旅行に誘うポケピを選んでね、うん、はい、ってことでじゃあ鈴木を選択、はい、あれなか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 ちょっと大変な感じですね、はい、鈴木くんは選びました。ポケピの名前は鈴木くん、はい、はいはい、そしたらですねここに名前とか全部入れてください。わかりました。じゃあ私がで、あの温泉旅行に行く前の駅で待ち合わせするのから全部始まるんですけども、はい、まあ遅刻、りんごちゃん遅刻してるっていう、はい、まだ来ないロボ、あロボットだけに細かいですね。細かいですね。6分31秒3ってどんなタイムで数えてるんですね。すごい。さあ話しかけましょう。はい、そしたら今上と下で、はい、まあ、文字が出てるんですけども、はい、好きな言葉を選択肢になってまして、はい、上か下か好きな言葉をはい、タイピングしてあげてください。はいはい、今ごめんなのかお待たせなのか、はい、こんな怒ってるから謝っといた方がいいですよねとりあえずで、カタカナ、あれ、あ、違った、ごめんで、あ、間違え、これ、うん、全部カタカナでこれね、はい、お、やっと来たか、リンゴ。かわいい。ちょっと遅れちゃ、あー、ちょっと怖いからちょっと遅れちゃったにしたよ。あれ遅れちゃった？あ、間違い。ちょ、いや、あの、速さは全然タイピングなんだけども関係ないので、はい、ゆっくり、そうなんですね、やってみたので、このモードは全然速さとか、はい、そういうものは関係ないので、正確にタイピングしてあげると、はい、重要になります。大丈夫です。大丈夫大丈夫と返してあげて、うん、はいはい、うん、ね、かわいい、かわいいですね、うん、なんかこうやってほのぼのして、そうですね、さっきガンガン戦争になったのね、うん、そう、はい、え、行くところ行くところ結構リアルな、うん、そうですね、画像なんですか、うん、そう、あのバッグは全部実写になりますので、あ、じゃあさっきの駅もそうなんですね。駅も実写ですね。うん、取りに、実際取りに行ってます。へー。モードが3つ、さっき、はい、ゲームモードあるって言ったんですけど、うん、次はちょっとカラオケモードっていうのをすごい遊んでもらおうかなと思います。はい。はい、それで、あの、このテレビ画面に出てくる、はい、あの文字をこのどんどんタイプしていく感じなんですけど、はい、ですね、うん、音楽に合わせて。で、これが実はなんか、はい、タイピングソフトらしいかなっていうモードなんですけど、そうですよね、はい。すごい、これちょっと森高千里の歌みたいですよね、あ、やってなきゃなんかね、動きが可愛いですよね。お別れのキス、お別れのキス、で、今1個間違えちゃったっていうところもあるんで、はい、第70みたいなんですけど、はい、まあ、うまく正確で早く打てることによって点数が上がっていく、はい、はい、なるほど、うん、で曲がですね、前回、はい、実は前作のお話ちょっとしましたけど、うんうん、前作は12曲しか入ってなかったんですけど、うん、今回なんと40曲入ってるんですよ、カラオケモードは。40曲すごい、はい、なんでかなり遊べるかなっていうモードになってます、うんうん、はい、というわけでですね、今週はメディアクエスト特集と題しまして、最新ソフト2本をご紹介してまいりました。でですね、本日ご紹介したクール、うん、コールオブデューティーと温泉も一緒、どこでも一緒タイピング、こちらを各3本ずつプレゼントをいただきましたよ。ありがとうございます。というわけで、ここでね、プレゼントのキーワードを決めたいと思います。はい、何しましょうね。ドンペリ。ドンペリ。ハゲ坊主じゃないですか、ハゲ坊主。ドンペリピンクハゲ坊主で。じゃあ。ドンペリピンクハゲ坊主。じゃあ、何もこうコマとか挟まずに、ドンペリピンクハゲ坊主。あの、リッチ&ゴージャス&貧乏みたいな。そういう感じ。それも入れるんですか？いや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 。それは、うん、もう一回言って。はい、じゃあ、ドンペリピンクハゲ坊主、こちらの方、キーワードとなりました。ですね、プレゼントご希望の方はご自分の名前、メールアドレス、そしてプレゼントキーワード、ドンペリピンクハゲ坊主そしてご希望のソフト名、そして番組の感想を添えてこちらの方までお送りください。メールアドレスはgetcha@hitpops.co.jp、
www.kyha-chaatmarkhitpops.co.jp こちらの方までお寄せください。お待ちしております。でですね、はい、最後にあのイベントがあるとお聞きしたので、はいはい、でね、こちらの方、まあ、東京近郊の方だけなんですけれども、うん、来たる23日ですね、はい、祝日ですね、帽子の誕生日なんですけれども、帽子のそこで、はい、戦争ゲームの、はい、あ、まあ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 戦争第二次世界大戦がキーワードと、と戦争ゲームのイベント秋葉原の、はい、なんだっけ、アソビットシティですね、で、開催します、はい、で、まあ、いろいろ豪華商品とか用意してますので、はい、皆さんこぞって、借りに来てくださいみたいな、はい、あの優勝者には本当に豪華な商品、はい、いろいろと、例えば鉄砲のね、第二次世界大戦に出てくるその電動ガンとかですね、すごいですね、買うと何万円のものがいろいろと、用意されておりますので、はい、ぜひぜひ、鍛えて、はい、23日は秋葉原へ行こうと、はいはい、あとこっちも、あ、はい、そうですよね、温泉場所の方は、はい、今箱根の小涌園ユネッサンっていう水着で入る温泉があるんですけど、そこで実は試浴会をやってまして、はいはい、そこでプレイしてもらうとオリジナルの入浴剤とかもらえるので、はい、ぜひ遊びに来てください、ですね、安田も水着で、土日だと水着で待ってる、お迎え、はい、水着、私はふんどしでお迎えお迎えしますよ、ぜひ間違っても男風呂には入らないように皆さん、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、さて、というわけでですね、来週のネットゲッチャは本日もご紹介しましたコールオブデューティを使ってオンライン対戦をしていきたいと思います。次回の放送は12月の25日21時からとなります。今日は本当に加藤さん、安田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。また来てください。はい、よろしくお願いします。それでは皆さん、また来週、バイバーイ、また来週また来週